ライドシェア、流行語大賞にもノミネートで大注目も、本家、米国では、ストーカー被害も。日の丸交通が、反対を掲げる理由。一年間の世相を反映した言葉に贈られる、2023ユキャンシンゴ、流行語大賞。ノミネートされた3 5語が、11月2日に発表された。候補となった言葉を見てみると、 将棋界で前人未到の発刊を達成した藤井聡太騎士、21を指す藤井発刊無理や、MLB セントルイスカージナルスに所属するラーズヌートバーガイア種の名前も。他にもこの1年間、社会問題として大きな関心を集めたジャニーズ問題やチャット GPT、電動キックボードにライドシェアといったワードも並んだ。 中でも現在大きな注目を集めているのは、一般人が自家用車を使って有料でお客さんを乗せて街中を走るライドシェアだ。ワイドショースタッフが言う。10月23日に岸田文雄首相66は国会で所信表明演説を行いました。その中では、デジタル戦略の一環として、地域交通の担い手不足や、 移動の足の不足といった社会問題に対応すべく、ライドシェアの課題に取り組む旨を述べました。先端 IT 企業が集うサンフランシスコにあるシリコンバレーから始まった、ライドシェアサービスが日本国内でも解禁となれば大きな注目を集めそうです。一方で課題も多いという、 米国在住で過去にライドシェアサービスを使ったことがある40代女性、吉田坊さん、かなによれば、米国でライドシェアといえば、日本におけるタクシー配車アプリからハイヤーのように、プロのドライバーが高級車を運転するタイプまで様々です。中には向かう方向が同じ他人同士が相乗りするパターンも、料金もシェアするので割安ですが、 車を降りた後に同乗者に付きまとわれたと明かす人も少なくありません。私も過去にストーカー被害の経験があります。その時は家から少し離れたところまで主人に迎えに来てもらいました。米国ではサービス開始時にいつでもどこでも車が呼べるとして画期的なサービスと称賛されたものである。しかしサービスが認知された今では 利用者から恐喝や強盗などの被害に遭ったとする声も上がり始めている。これら一連の声をライドシェアサービスのライバルにあたるタクシー会社はどう捉えているのか。東京都と神奈川県を中心にタクシーやバスなどの運行を手掛け、ライドシェアサービスに反対と表明する日の丸交通で広報を務める福田高行氏は、 ライドシェアの解禁により、危険運転が増えるのではと危惧しています。と、その反対理由を明かす。背景にあるのは、02年に施行された改正道路運送法だ。タクシー事業は従来、免許制だったが、法改正により許可制へと変更。その結果、都内だけでも6000台もの新規参入や増車が行われた。 結果、都内では1台あたり1日の運送収入は51,348円だったのが49,475円へと減少。乗務員間でもお客様の奪い合いが起きました。路上で手を挙げてタクシーを止めようとするお客様の前に割れ先にと割って入る危険運転も増加。ライドシェアが解禁となれば公共交通機関として 安全なサービス提供が難しくなるのではないか、と危惧しています。全道